どうですか？え、どうですか？来たかも、来たかも。来た。来てない。え、来てない。来てない、どう？ということで、またぐだぐだ始まっていますけど、さっき失敗してもう一回やってるんですけど、今日は、高知、僕の地元高知の方でライブがありました。で、ライブが終わって、あ、始まった、来ました、あ、やっと始まった。あ、さっき失敗したんですよこれ。え、第2回なんですけども、そう、ライブがあって、それの打ち上げというか、そういうことが、やられてるのを、ちょっとテスト配信してみようかなっていうことでやっておりますよ。もう一回やらないといけないんですけども、たくさんの素晴らしい料理が、並んでおりますよ。じゃんじゃん見てください。みんな勝手に喋ってるからなんかわけわかんないですけど、あの、みんな自分の携帯でこれを見て試してるっていうことですね。もうなんか意味がわからないことです。はい、高知といえばたたきです。もうだいぶ食べちゃってますけどね。で、あといろいろなんか変わったのあるから、なん、全然変わってないとこからいくと、これがみょうが、消えてるけどみょうが、そうして、まあこれは普通にね、あの、東京の方でもみょうがといえば高知のが売られてるぐらい名産ですけどね。あとナスとか、そういうのはほとんど高知の売られてるって僕は買います。そして、これは何だっけ、板取り、板取りって言って、どうやら高知では普通に食べるらしいです。どこでも食べない。なんか、あの、葉っぱというか茎みたいなやつで、竹に近いイメージです。硬くなると ほぼ竹みたいになって食べれなくなります。そして、あとは全然これ何て言ったっけ、タラの芽、タラの芽、タラの芽がそうです、の天ぷらパン、そしてこれが問題の毒ダミ、毒ダミ食べて怒ってます。食いもんじゃねえこれは、食べちゃダメこんなん。おいしい、おいしいよ。毒が出る言ったって毒食べるんじゃない？賛否両論。美味しかった、もちもちして美味しいです。マジかよ。これ、なんかそんな、なんね、普通なんか雑草みたいなイメージですね。雑草です。雑草のイメージだけど美味しいらしいですよ。草刈りの敵です。そんな言う。たくさんの美味しい料理が囲まれて。という、今日お世話になったメンバー、そして、このお料理を振る舞っていただいている。花見さんです。です。はい、いかがでしたか？ああ、もう嬉しい、楽しい、ね、お客さんいっぱい来てくれて本当に嬉しかったですね。はい、ね、もっと全然、あの、自動ディスタンスみたいになるのかと思ったら割といっぱい入ってくれて、そうなんですよ、ね、当日券で結構来てくれたらしいですね、はい、お客さん の熱気がすごく伝わってきました。前回も楽しかったけど、今回もまた楽しかったですね。いや、幸せでした。ありがとうございました。ありがとうございました。そして、MC のどうもありがとうございます。なんだっけ、渋い。渋いで、さしすせそが言えない。さしすせそが言えないにもほどがあってですね。新しいっていうか僕の知らない高知弁なのかと思ってずっと聞いてたら、渋い渋いっていうか何言ってんのか、渋いのことらしいです。渋い、渋いっていう、なんか今時の高知弁なのかな。いやいや、ちゃんと言えてないです。ちゃんと言えないんですよね。渋いです。渋いじゃない、し、え、し、しそれマジですもんね。マジです。いつもそんなですもんね。そんなんです、完璧です。完璧ですか。渋かった。ありがとうございます。はい、どうでしたか。今日ですか。はい、今日は私の楽器がなんかこう吹いていただいて、本田さんに。あ、サックスね。ね。あの、ドラマの森田さんなんですけど、サックスも吹かれる。はい、両方やるんです。非常に、あの、吹いていただいて、また吹きやすくなるかなと。そうですかね。いや、すごい楽器がもうそもそも素晴らしいですね。楽器自体が。いつもそうやって言ってくださって。いや、すごい。だから僕はね、あの、コーチ、この、これで来るとき、手ぶらで来れるんですよ。もう楽器全部持ってるの。僕のよりいいやつが全部あるので。よく慣れますね、すぐ。いや、慣れなかったです。指がちょっとね、やっぱ、そうですよね。ちゃんと動かないですけどね。フラジオがない。フラジオがないのも困るね。あの、ね、なんていうんだ、あれ。で、なんていうの、フロント F キーっていうのかな。フロント F キー。
ないですね。ないですね。あれはちょっと、ちょっと困りますね。うん、3回ぐらい失敗しましたけど、ついおっしゃって。ね、そう、はい。ありがとうございます。ありがとうございました。そして、弟子の中川さん。あ、中川です。はい。どうでしたか。これ映ってないみたいにね、これね。ね、うん、映ってますよ、多分。やってるでしょ。はい、うん、ね。いやもうね、夢のような時間でしたけど、楽しかったですよね。楽しかったですね、うん。あっという間だったけど、ちょっと長くやりすぎてましたね。うんうん、まあ去年もそうですけど。去年もそうだっけ。話が長くなるね。話が長いとね。まあコンパクトにやってるつもりなんですけどね。うん、まあ心配事といえば。言うといいかな、去年はこう、ね、お怪我の話。ああ、はいはいはい、そうそう、去年ね、顔ぶつけてなんか大変な顔になってて、コーチで来られた時にはあの目が片っぽ出せない状態だったんで、そう、サングラスでしたもんね、うん、あ、今日は大丈夫ですよ、今日は治ってますよ、もうほらほら、ちゃんと治るもんですね、うん、今日はどっちかといえば指の方が、そう、指大変だったね、うん、いや、それはちょっとびっくりしましたけど、全然演奏には何ら尊重もない、うん、いやいや、あのね、普段コロナになってからあんまり吹かなくなっちゃってるのがいけないですね、多分指動かさなくなってるんで、うん、あれちょっと鍛えないとだですね、うん、まあ、うん、それについてはまた後で話しましょう、後でゆっくりお願いします、うん、先生なんでね、うん、素晴らしい、そうでしたっけそうでしたっけそう、ぜひ、そうそうそう、指も見ますね、うん、指も見ます、はい、そんな感じの、ここはね、今いるのはライブハウスとしても、ライブハウスなのかな、ライブハウスですね、ほら、なので、カフェ、カフェか、カフェだけど、ソナーの、すごいね、うん、ジャズライブとか、だからね、やっていただくはずやったんです、あ、そうか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 、これ、映して大丈夫ですか、うん、ほらほら、ちゃんとこういうのバイオリンもありますよ、バイオリンもあるし、ソナーだし、ピアノグランドとアップライトとあるし、うん、そして謎の象印のジャータイガーか、タイガーだ、タイガーだ、これ懐かしいですよね、このジャー、昔こんなのお家にありました、うん、そう、こんなとこですよ、うん、じゃあまた来年も、毎年も来年もぜひよろしくお願いします。やったー、うん、ということで、なんか普段全然配信できてないのですみません、こんな配信をしてみましたよ、またなんか急に始めてみたいと思いますので楽しみにしていてください。これどうやって切るんだ、今日はね、これ実はね、あの初めて GoPro から出したんですよ、 GoPro から出して分ってなってますけど、これ切ればいいのかな、あんま切れたらごめんなさいね、バイバイ、さよなら、さよなら、さよなら。